そしたら先ほどの話を続きしましょう。あなたとも何回も話してるから、そのマスクしてる姿、あのね、何回もしとうけど、僕は今日初めてあなたと会いました。それ嘘だから、もうそれもう無理だから。どこにその嘘が、だからそれを言い張っても無理だから。淡井圭介、僕あなたとも何回も話してる。でもマスクするんだったら無理、無理、嘘を通したとしたら無理だから、それ詐欺だから。で、勝手にやっておって。この人ね、今まで何回もその外から、からかいに来る人間とか、もう一人の方、もうこの話になるから無理、あの話したことないっていう話するから、だからもう録画して記憶しといたらいいっていうことになってる。で、外からからかいに来る人間と、あと春山生物園に人が集まってきて、ドアの音がものすごくうるさいから、ここに一つ無理だっていう話をして、で、以前工事しに来て、その前も何年も前から何回か言ってるんですよ、この人たちに。もう3度目か4度目ぐらいで、それで、あ、だから男性老人の先の電波の声は、また悪い業者が来たら俺の声聞かせるようにしとくわとか言ってた老人で、マスクするようになった人間、ダメ、もう全員仕事辞めさせた方がいい。嘘言うから、平気で。で、嘘で金稼ぎするから。先ほどね、まあ、昨日の夜も男2人、女3人の、5名で、外から大声で、僕に絡みに来てる2105室の。で、当然向こうから歩いてきて、こっちに、歩いていくものですから、ここに住んでる人なんかはもうたまったもんじゃない。だからそれは、喧嘩売りに来てるやつの方が悪い。ストーカー行為法違反、挑発行為、あとは他にもいろんな、迷惑防止条例違反とかいろいろあります。で、先ほどさっきのお二人にね、1時間の間にその後さらに男3人組と女性1人、大声で絡みに来る人間が、いたと、そういうことをね、話して、また、まあ、向こうの方向からこちらに、歩いてきたと、そういうことを話してね、ここに住むの無理だと。ちょっと前にも住んでた人いるんですよ、2年ぐらい前かな。で、その工事する前にもね、ある程度説明したんですけども、強行的に工事をして、で、誰か人が住んで、やっぱりその人を持たなくて出て行ったんですよ。で、その話の説明をしたんですけども、この人は神戸市に電話してって言い始めて、昔僕にそれで神戸市の方に、電話かけて問い合わせたんですけども、誰が発注かけたかわからないとか、そういう話になって、で、その話もね、先ほどこの人にしたんですよ。無理です、こちらからは、できないって。で、それをね、聞いてきながら、もうこっちも時間がどうのこうのっていうことで、神戸484さ35-88と、神戸480名24-34、もう全部自分でどうにかこうにかするしかない、本当に。で、昔のその先代の方の業者さんの人が撮影してくれたらいいからって言ってくれたのは思い出しました。で、もう日本全国的にもやっぱり僕自分で裁判とかしたりしてるんですけども、法廷で裁判官があなたに任せますって言ってます。法廷で嘘言ったら10万円の過料か即逮捕。なぜかっていうと、あなたみたいに平気で嘘言う人間がいるから、存在するからっていうことですよ。で、名前何って言うんです？お名前教えてもらえませんか？いや、じゃあ相手の意見受け入れて、何回も聞いてるんだから、その好きみたいな金かけにしようとやめましょう。もうそれしようと本当大変なことだから。石油の残存量問題、大元は僕は若い頃残り69年分で、今もう残り54年分ですわ。だから本当に無駄なこと一回合体全部やめていかんかった若い人たちの石油絶対ない。ガスなんか残り49年分、これ本当ですわ。世界国勢税、僕定期的に買ってるから、それ国連の、開示正常法ですから。だからそれで、ね、みんな若い人たちのこと考えて動いてもらえなかったら本当に無理。だから公務員の人たちでもそれ分かってくれてる人もいないし、さっきの北新ビルの話、さっきあったのもしました、北新ビルの4階も全員人材派遣会社の人に変わってるっていう話、公職優勝を持ってる人がいないっていう話、もうどこにも世の中のことを考えて真面目に。世の中のこと真面目に考えて仕事してくれる人いないから、
で特に今の110の工事に関しては本当にもうまあ、何回も警察官の人を動いてくれてその対応してくれてるんですけども、外から喧嘩を売りに来る連中、けどもそれがね